はい、キンポン広場のキンポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。いや、これ、これ、メイクインのタレをね、3キロで、コメリで998やったかな。いつもそんな感じかな。3キロで、いつも植えてるんだけどね、目出しを今、もうだいぶ目出とうけどね、目出しして、これを、まあ、半分に切って、大きいやつはね、3等分ぐらいにしてしよったんやけど、まあ、半分ぐらいでいいかなっていう感じします。あんまりちっちゃってもね、もう種芋がちっちゃかったら数つくのも少ないしね。それからまあ2つぐらいにしといて、でここでねしばらく、まあ2週間ほどやから、ちょうど3月になったらもう植えたいからね。3月になったら植えたいから、もう今日カレンダー見てこうできたんですよ。カレンダー言うてね、ピンポの場合は毎年1年カレンダーでずーっと、もう2月の何日は何をしたか言うてね、書いとんです。で、それを、まあ、去年のカレンダー見て、おととしのカレンダー見て、大体どんなことしようか。12月は、ゆず醤油とか、ゆずポン酢作るやなとかね。今やったら、こう、浅漬けしようやって。今日はちょっと浅漬けの話を思うんやけど、その前に今日も慌ててね、それ買いに行っとかなって、種芋を。じゃがいもはね、種芋をホームセンターとかで買ってるんです。だから大体、まあ、3倍ぐらい取れる。だから3キロ、今までの動画見てもらったら、収穫の時にね、6月の収穫の時にどれぐらい取っとうか言ってね、結果報告はさせてもうとんですけども、まあ今回もまあ3キロでええかないうことで、やったら369、まあ10キロぐらい取れるかなみたいな、取り忘れがあったりようしとうからね。それでも10キロぐらい、まあブーブーなりぐらいしちゃったらそれでええかなみたいな、だいたいまあ1000円こうでね。でまあ10キロぐらい取れたらええかなみたいな、いうつもりです。あとはね、ちょっとこれ段ボールで入れとって、これじゃーん、これ何が入っとうか言うたらね、これこの小芋は、里芋、これは自分とこの里芋の大きいやつを種芋として置いといて、でこれはね、親芋の方、親芋もね、自分とこの親芋をずっとこう残して、それを種芋としてしよったんやけどね、で前の動画ご覧になっておられて、腐らしてもったやつ、夏、なんかもう熱になってもほったらかしにしとって、で、これ、こういう地場産業で、こう、地元の人が売っとっての、種芋じゃないわ、親芋、種芋じゃなくて親芋食べるようなんやけどね、これ。でもこれも種芋になるから、70円これ。これ、70円で売っとうやつを2つ買うてきて、早もうここ、芽が出ようね、これが、小芋、里芋の、こうなっとったやつの、今度、おけつの方、今度ここから、ここから芽が出てくるね。毎年逆になるんだけど、貧乏の場合も自分のところで種芋しとったやつを、毎年これ親芋置いといてね。ほいでまた、こうして、何年か連続で、親芋は種芋使えるからね、ずーっとそらしてね、置いとったんです、これ。これを今度また逆向けにして、こう植えるみたいな。みたいな感じで、これも、こうなっとやつがこうなっとってて、これここ、また出てきようもんね、これ。塩を持ってます。で、まあ、さつまいも、これはもうなると金時なんやけど、これも置いといて、これも普通の食用なんやけどね。これもうここから先3月まで抜くなったら、チャポーンとこう水に半分これつけといたらね、芽が出てきて、それもまあポット植え、さつまいもの、ポット植えみたいなやつをね、動画撮ったことがあるんですが、それもまあ気になる方はね、ご覧いただきたいなと思ったりしています。何もこう、わーっと広い場所なくてもね、こうプランターの鉢物で、わーっと上にね、タワー仕立てにね、して、育てたこともあるんでね。そんな種も全部こなして、置いてやってます。あとは生姜やね。生姜もせなあかん。来月の末になったら、スーパーの生姜ね。あれもいっぱい取れたからね、生姜。あれもまあ、やったことのない人にね、ぜひスーパーの生姜を、買ってきて。それを5月までに発芽させといてね。それも花の土の袋に入れて植えるだけでね。たくさん取れたから、もう生姜も今年はもういろんな使い道してます。はい。いうことでね、今日はね、何をするか言うたら、いろんなこう、ゆず醤油とかね、麹のお話もいろいろしてるんですが、今日浅漬け、白菜のね、白菜ももう終わりなんですけど、白菜の浅漬け、のご紹介なんやけど、普通はお塩で、浅漬けするんですけどね、お塩じゃなくてね、麹
うん、塩麹の浅漬けもあるんやけど、キンポンのオリジナルの柚子昆布醤油麹の浅漬けやってみたいと思います。興味ある方はぜひ最後までご視聴いただきたいと思います。じゃあ今日もよろしく。自然の暮らしキミポン広場。はい、これ白菜ね。まあ白菜、まあこれ2分の1の白菜でこんな感じ、こんな感じ、うん、これ自分の頃にちゃうんやけどね、うん、白菜安いね今年、あったかいせいか、うん、まあこれも最後にしようかな思ったんですけど、これなんかこれの半分のその半分でやってみようかな、動画は。それから300ぐらい、これで5、600あるから、これちょっとまた後使うんでこれ置いときます。で、だいたいまあ 300g でご紹介させてもらうかな、こんな感じね、4分の1ぐらいかな、うん、塩麹漬けって麹で漬けたら酵素のパワーがあってね、うん、だから免疫力をつけるから、結構ね普通の塩の浅漬けに比べて麹で漬けるって言うたらね、結構みたいね。で、それでまあ最近はねこれ麹漬けで してるんですけど、塩麹で、うん、でここ、うん、ここの部分だけちょっと最初にね、こう、そり、しっとわーみたいな感じ、うん。はい、こんな感じになります。はい、これね。うん、で、ここ、だいたいまあ、このぐらいのところ半分の置いといて、この白い部分、ここの部分だけ、だいたいこう真ん中ぐらいまで。よいしょ。まあ、こんな感じで、はい、裂きました。で、これ反対向けて、ちょっとこう。してね、うん、で、そぎ切り、うん、大体これはこう切ってもいいんやけど、これね、キンポンが料理しだしてからちょっとそぎ切りしてせえへんかったら、もう中華丼でも八宝菜でも何でもそうやけど、繊維が縦やったらあかんよ、結構怒られたんだよ、こんな感じなんかね、中華屋さんの大手の中華屋さん、うん、になんか書いて言っとった時にそんな教えてもうたみたいな感じ、そぎ切りズボーンって切るんだけど、こう切るみたいな、こう大きいの大体 2,3 センチぐらい、うん、あとはねもう柔らかいとこはいいけど、大体普通にこうこんな感じで切っといて、でここまず最初にね、キンポン流ですよ、この軸の白い、この白いとこ、うん、白いとこだけね、先に、青いとこはね、よう使うんですよ。まあそんな当たり前の話なんだけどね。この白いとこ、うん、ばっかり先に、やっていきます。切っていきます。こういうとこ大丈夫なんですね。うん、ここの白い、これも、そぎ切り、うん、基本こう、こう2、3センチでこう、そぎ切り。うん、切っておこう。はい。で、白いとこを、よいしょ。ここね。ここも。上のとこはね、だいたい大雑把になるけど。だいたいこんな感じかな。うん、この、そぎ切りになってるところ、うん。で、ここは、ちょっとまた後からすることで置いといて、うん、ここ、うん。で、ここでね、ちょっと最初にお塩で、揉んでいきたいと思います。ほんで、まあね、キンポンの場合、この、にがり塩、このにがり塩の方が柔らかいからね、こっちの方を使うんですけど、こっちの岩塩でもいいんですけども、岩塩は振りかけて使うような時がいいかなと思ってね、使い分けしてます。うん、まあ一般のね、塩はナトリウムなんであんま体にいいことないんです。こういう岩塩とか、こういう精製塩じゃないやつ、うん、この岩塩のやつはね、ほんまに味塩みたいにこうパラパラとしてる、パラパラとしてる、うん、で、このにがり塩っていうのは、ちょっと結晶が、これ、こんな風に、こう、濡れっぽいいうか、こう、固まってるんよね。だからサラサラじゃなくて、デトッとしてる。こんな感じ、デトッとしてる。だから、こっちの方を、こういう時は使うんですけども、お1日のお塩を神様にお供えする時も、まあ、今回これ、ちょっと、麹使うから、小さじ1でいいんですけど、わかりにくいね、こういう感じになってるから。これね、こんな感じ、うん、結構気に入ってるんだけど、これはこうちょっとこうこんな感じで、お1日で使う時もね、ちょっとこうちゃんと固まってくれるの、これやったらこんな感じええでしょ、うん、これでガサッとこう入れます。うん、岩塩の方はね、これ結晶みたいになっとったら、パラ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 っとこうね、うん、ちょっと
あれやから出してもとか入れてもらうけど、うん、だいたい小1ぐらい、あんまりあの予算いったら空になってもらうからね、うん、で、この、うん、はい、この軸のとこだけ、先にね、これちょっともみ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 、うん、これもみ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 、はい、ここだけね、うん、あとは、これ柔らかいとこ、うん、これはもうこのままでいいです、うん、パッとこのままでいいです、だいたいこれで 300g、うん、はい、ちょっとね、うん、ちょっとね、さらっとこう、さっき下にあの小さじ1入った分 300g に対して小さじ1ぐらいでかなみたいな感じ、うん、さらっとこう、はい、これでちょっとしばらく置いときますね。こんな感じ、ちょっと置いときます。はい。はい、ね、これしましてる間に、しましてる間に、これ、美味しくするためのもと、これ、この汁邪魔やな、これ。邪魔やな、これ。だし昆布。だし昆布、昆布だしに使うやつ。昆布ね。うん、昆布を入れるんですけど、大体ね、これ、昆布。うん。これちょっと切っとんやけど、何センチに切っとんかな ?3-5センチ。3から5センチやけど、2グラムから3グラムってなっとんですけどね。だいたい300グラムの白菜に、2グラムから3グラムってなってんか、5グラムある。ちょっと多めに入れん好きやからね。金峰の場合はちょっと多めにしてる。ドローっとしてくれる昆布が入ったらね。で、これね、このまま、切ったらね、うん、これ、このまま切ったらね、あちこち飛んでまうねん、バーンと。せっかく昆布切っとんのに。これね、ちょっとここ後ろです。ストーブ見えるストーブ、うん、ストーブ調理をしたいんか、これストーブでね、これ一回炙るん、これ、うん、ちょっと炙るね、じゃあスルメは炙ったイカでいいって歌いながら、うん、昆布も炙った方がいいしみじみ夜がしみじみと、もういつもおんちうなうたを、もうどんどん芸能界のね、世代がどんどん変わっていって、だんだんもうほんまに時代は移り変わるような、うんうんね、はい、そう言いながらちょっと軽く炙った、軽く、ほんまに軽く、ほらこんな風に広がりました。炙ったらね、ハサミで切りやすい、なんこんな感じ、ほらなんかこうキューッと、でパリーで飛ばへんでしょこれ、うん、これね、ストーブとかちょっとガスかな、ガスかそんなこういう感じ、ほいで、あとこうこれ、こんな感じ、ハサミでヒューッとこう、あ、わ、向こう行ったもったいな、よいしょ、こんな感じでね、はい、塩であれしてやられた、チョキ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 とこんな感じ、うん、こうなんか鼻歌でも歌いながらね、キュ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 ッとこう、あのね、塩昆布工程入れたらええやん言うて思うでしょ、塩昆布、うん、それ便利いいんや、塩昆布入れたら、こんなだし昆布、こんなね、ハサミで切ってこんなことせんでも、うん、でもね、これ何と、だし昆布、昆布、国産って納豆だけなんやけど、これ、うん、ほんまに昆布だけなんやんね、うん、でも塩昆布使うたら、もうお塩も入っとうし、ほら、なんとか抽出液とかって入っとうでしょ、うん、うん、ね、そこが、やっぱり添加物なんやね。いろいろ。前言ったそのアミノ酸、うん、人工調味料のアミノ酸、うん、だからまあ、味がね、味わい深いっていうのはあるんやけど、うん、それ使うてしもたらね、結局その、いや、美味しいって思うんやけど、美味しいって思うんやけど、うん、それってまた別なことになってしまうんやんね。湯上がりトークで結構金粉もお話しさせていただいてるんですが、うん。それになってくるから、結局ね、麹使うていろいろしよっても、塩昆布使ってしもたらね、もう何にもならへんから、うん、結局、自分流っていうか、もうめんどくさいことないけどね、これ。うん。でも、ポン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 止まんできれいに切れるでしょ。うん。だからね、よくいろんなレシピ見よったらね、時間のない方は、塩昆布で代用しても大丈夫ですって、まあ、注釈で書いてあるんやけど、うん、やっぱりそうじゃないかなと思ったりね、してます。うん。めんどくさいことないんやけど、やっぱ食に関すること言うたら、なんかの、同じことばっかり言うんだけど、人間の体は、
食べ物でできているみたいな。そうだからもう蓄積、毎日のその蓄積やから、なるべくやったらちょっとぐらい面倒くさくっても、時間を取って、ほんまのこと言うたら、キンポンも、手っ取り早くこういうことって終わらせたい。やっぱりね、今ご紹介したように、そうメイクイン半分に切って乾かしたりとか、それとジャガイモ植える場所を作ったりするために畑に出てね、天気もええし、だからまあそういう時間もいるしね、一日なんかもほんとに前からね、そう言いながらこれできました。これ入れるやつね。あとね、唐辛子好み、唐辛子は鷹の爪ね、好みです、だからやっぱりピリ辛好きな人はもうやっぱり2本ぐらい入れだってもいいかもわからんけどね。これもまあ自分のところで取ったやつなんですけど、これもねこんな感じでこうチョッキチョッキそのままね一本もの、味だけちょっとピリ辛入れたいっていう方はそのまま一本だけ半分に切ってね、シミが染み出しやすいようにしたったらええと思うんやけど、キンポの場合はこう細切りにし、輪切りっていう細切りにしといて、入れてます。ちょっと赤いのがね漬物の中に入っとってもええかなみたいな、感じなんで、そういう感じでまあ2本だけ、入れてみました。これもね入れるん、種入れたないんやったらまあ種そこだけすくうて入れんでもいいんやけど、まあキンポの場合も種はまあ食感にちょっと影響するからここだけ上手につまんでねパラ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 って入れるつもりしてます。まあこれ2本分ということで、用意できました。いうことで、これはい、ああやこうや言ってる間にこれね、多分できたんちゃうかなと思います。もう自分どこのやからね、もうあれです、自分が食べるやつやから人に渡さへんやつやからもうそのまま言ってますけどね、はい、水がね出てきましたね。こんな感じでこういう感じで水が出てきました。それからまあ下のねその白いとこ、そこの部分だけの話やから、これでこう混ぜていって、はい、できたんやけど、どうしようかな、これちょっと動画撮影しながらなんですけど、あとはね、はい、これね、大袋、これ大袋ね、この袋で使います。亀とかね昔はしよったけどね、袋で使います。でこれこうちょっとこうやってね、今ここでもみもみしたのしてます、ほんなら結構ね柔らかくなってきてます。ちょっともみもみもみしたったらね、漬物でも何でもそうなんやけどね、やっぱり人の手がかかったら違ってくるんでね、はい、こんな感じで、はい、出来上がってます。でね、あんまり株が多い場合はお水出るんで、これ絞ったこう水が出るんでね、水を押し出して、ちょっとね汁がない少ない方がどうせお汁出てくるんで、出してしまってもいい方は出してみてください、この白菜の甘みを味わいたい方はそのままでもいいかもからないね、はい、そしたらこれ、入れますね。ここに残ったしお汁ある場合はもうそれもう入れんと、もうこのまんま、このままどうせお汁出てくるからね、はい、そこでこれ、これね、これ入れます。結構多めなんですけど、ちょっと多めなんですけどそれからこれ、これもパラパラ、種だけね、何本か入るかもわからないけど、種だけすくわんように入れてます。こんな感じでね、あとも種置いといて、はい、はい、いうことです、はい、そしたらね、本題やね、これこれは、金峰流なんですが、醤油麹の作り方っていうのは前の動画でもあると思うんですが、醤油麹、醤油麹じゃなくて今回はこの柚子、これ柚子の種と醤油と昆布と漬け込んだお醤油、このとろっと柚子醤油っていうのをキンポンが
開発したっていうかやってるやつなんですが、このねお醤油、普通の醸造醤油の中にこう柚子の種と昆布、これ昆布が使ってる、すごいとろみのあるね、醤油にちゃっと、これこのままね、ポン酢的に使ってもいいんやけど、うん、湯豆腐にかけたりとかね、うん、それからあの味付けに使ったり、もうこれ昆布だしが効いてて柚子のとろみがあってめちゃくちゃ美味しいんですが、この醤油で麹と漬け込んだ、柚子昆布醤油本当はあの塩麹でこれ使ったりするんだけど、このむちゃくちゃあのいい香りしてるんです、この麹見えるかな、これ、うん、これを、うん、大体ね、10から 15% なので15スプーンなんで1杯から2杯から3杯で45、よいしょ、はい、うん、こんな感じ、こんな感じ、はい、ここでね、たかにスプーン入りますもう、それだけです。これであと、もう、もう、亀とか浅漬けのあの漬け方とかといろんなやり方があるんですけど、もう今の便利な時代ね、ジップロックでね、うん、もう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 、これだけなんですよ、これ、うん、浅漬けね、うん、でもね、一回ちょっと手でちょっとしごいてやったっていうか、取り入れる前にね、うん、だからだいぶ、あの茎のところがちょっと柔らかくなってるはずなんでね、出来上がり結構早いです。もちろんね、昆布の粘りを出すっていうことになったらね、それは1日2日置いたらめちゃくちゃ美味しいんですけど、うん、でもこれもうこの状態で、2、3時間したらもう早速食べます、うん、はい、だいたい混ざったんですよね、よいしょ、よいしょ、はい、見てみますね、こんな感じです、こんな感じです、はい、で今からね、これでこのだし、うん、とろーり昆布醤油、あ、忘れとった、これだけじゃないんですよ、本当はここに、忘れとった、本当はここに、柚子の皮をね、刻んで、入れる方がいいでしょう。で、ピンポンが、この柚子の、柚子ポン酢を作る時の動画があるんですが、その時の皮も天日干ししたやつが、柚子のチンプ作ってます。これね、柚子のチンプ。これね、あースプーンなかったかな、スプーンなかったかな、これ、お塩のやつと、お塩だけ、これね、柚子のチンピンも、湯豆腐にね、そのままかけてもいいし、クッキー焼いたりするときに使ってもいいんですけど、これ、うん、見えるかな、このパラパラパラってこんな感じ、こんな感じ、ピンとパラパラ、これね、うん、これ適量なんですが、これ、バサッと、小さじ1かな、うん、ぐらい、ここに入れて、混ぜて、これね、はい。これはもう好みです。味わい深い方がいいっていうことやったら、もうここにまだ小さじ1じゃなくて、小さじ2とかね、うん、入れてもいいかもしれない。わからないけど、まあ、柚子の、うん、柑橘の匂いがしてきた。これ、うん。これもね、はい。こちらの方も、ゆずチンピ、ゆずのチンピっていう名前で、いろいろね、作ってます。はい。これでね、しばらく、はい、置いておきたいと思うんですが、これね、まあ、とりあえず、おもしをした方がいいんです。とりあえず。ここにちょっと平らにならしておいて、ペットボトルだったら、ペットボトルだったらいいんですけど、ここにね、ちょっと重しを置いて、ちょっと重しはないんで、だいたいこの重さの3から3倍ぐらいかな、うん、
いうような、あの重さもポンとこう違う内容でポンと置いておきます。はい、いうことで、今からね、夕方ご飯食べるまでの間この状態で置いておきたいと思います。はい、いただきます。ささ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 じゃーん。はい、お疲れ様でした。いただきます。早速もういただきます。もうね、あの大根もあれでね、さっき大根抜いてきて、で綺麗に整地してきて、で米ぬかとの堆肥作ってたやつをバーッとばらまいてきて、あのあとだからもう半月した後、20日大根とかまあいろいろきゅうりとナスビトマト行くまでの間にね、まあレタスとかいろいろやっていこうかなと思って土作りやってきました。また温度下がってきてね、なんか 寒かった、昨日まであったけどもうこんな脱いでもでね、もうほんまに半袖でもよかったかなと思ったし、まあそれ置いといて、これほんまね、あの2日ぐらい2、30、あーいい感じ、ほら見てください、ほらいい感じに仕上がってます。はい、ぷーんとね、もうあの袋の中から香りが出てきてるような感じです。あのあのね、ゆずの陳皮が入ってるっていうか、なんか見えますこれ、なんか見えるこれ、出してね見てもらった方が良かったのかもしれないけど、まあとりあえず、はい、器にね、引き上げてみたいと思います。はい、肩絞り しとうかな、ね、こんな、こんな感じでね、もう早速なんですけどね、醤油、昆布、柚子、麹みたいなやつがもう出来上がって、これが、出来上がります。じゃーん。はい、これね、またあと冷蔵庫で、2、3日置いてたらいい感じになってると思うんですが、はい、一応こういう感じで、仕上がりました。どうぞご覧ください。いや、いい感じやな。いただきます。これ、味が足らんかったらね、この上にこのとろっと柚子醤油、これをね落としてもらったらいいんですが、まあ今ちょっとお酒のあてなんで、このままね、試食してみたいと思います。もうこれ昆布のこのとろみでもほらほらほら、とろっととろっとろっとろみたいな。見てください、これこのとろみ、めちゃくちゃ美味しい。これたった2時間ですよ。うまうま。このね、もうすでにこの醤油麹、醤油麹の昆布だしと、これとろみね、昆布だしと、柚子とろ、この柚子とろのねお醤油と麹で漬け込んだ分なんで、もうあの何も足さない、何もいらないみたいな、このままもうご飯にかけて、しか言えない。美味しい。実際ね、あの薄味やったらこれ足そうかなと思って、これ持ってきたんですけど、もう全然いらないです。はい、もうこのままで大丈夫です。ここのね、ここの白い部分、この部分が今の若々しい味でちょうどいい感じなんですが、もうちょっと漬け込んだらこれがもっと透明になって、しんなりしてくる、この歯ごたえね、今日はね、残りの白菜でお鍋にしようかなと思ってるんですけどね、お鍋は、金本特製の豆板醤を入れて、豆板醤鍋にしようかなと思ってますが、まあとりあえずこちらの方で、今から、調理に入っていきたいと思います。美味しかった。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。では、また次の動画でお会いしましょう。ではでは。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル